出して後攻になりました。第5レーススタートです。さあ2番の石川秀明前取りです。4番の福田拓也2番手、少し距離ありまして6番の樋口健と5番の川上陽一。西のメンバーは後方5番手以降です。1番の一ノ瀬匠には3番船引義行、7番車森江信之、さらに続いて選手会同様の並びを作っています。前取り2番石川ですので5番の川上が先頭位置まで上がっていきます。川上今節大きい着がついています。難関両者の連携は昨年12月の小田原戦以来です。3、4番手が関東勢、6番の樋口3番手です。昨日は3冠イン切り込んでワンチャンス狙いました。4番の福永追走を樋口が攻めてくれれば気である人伸びありますでしょうか。競争2周回目に入りました。1番の一ノ瀬は5番手です。準決勝戦は残念でしたが、ならば予選の走りをもう一度の最終日でありましょうか。3番の船引が後ろ、項目を一ノ瀬にゴール線に詰め寄れるか。7番の森江、西日本ラインで3番手回りとなりました。2対2対3で一本棒、バック線から3コーナーへと向かっていきます。後ろ攻めは1番の一ノ瀬、一ノ瀬からレースを動かしていくのかどうか。先頭は5番の川上、中段の3番手ちらりと後ろを見ましたは6番の樋口です。4コーナーを回り切ったところで1番の一ノ瀬、少し動くそぶり見せました。反応しまして関東勢、まずは6番の樋口がインを切ります。それを受けて乗って上がるか1番の一ノ瀬。さあ6番の樋口は西のラインを送り出して4番手確保に動くも、ここは追い上げてくるか5番の川上。さあ先頭位置まで上がっていくか。難関コンビがスーッと車を進めていく。1番の一ノ瀬はここはしっかり合わせきって、2番の石川が3番船引の後ろを決めてしまいました。5番の川上を迎え入れるか。いや5番の川上現在は3番手の外からさらに後退、2番の石川は3番手決めて、7番の森江がその後ろ、そして関東勢は現在は5、6番手。2コーナーからバック、6番の樋口が後方からまくっていくんですが、車の進みはどうか、ちょっと重い感じ。1番の一ノ瀬かかっているか。3番の船引が番手から追い込んでいきまして、最後の最後3番の船引捉えたようだ。3番1番2番右手上がった3番船引義行。第5レースは A 級特一般戦、1番の一ノ瀬と含みかけました。5番の川上攻め上がって、2番石川は西のライン切り込んでいって分断。しかしながら1番の一ノ瀬の後ろ3番船引は番手しっかり守りきって、最後はシャープに追い込んで、3番船引1着、1番の一ノ瀬粘って2着、3着2番の石川です。決定までしばらくお待ちください。第5レースでした。